こんにちは、丹野です、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、別注でね、オリジナルで手ぬぐいを作りたいんだけど、てんてんてんみたいなね。やっぱりね、別注とかオリジナルとかなるとですね、自分の頭の中ではこんなん作りたいな、こんなん欲しいなと、ね、思うんですけども、これをですね、口に出してどのようにね、表現して、伝えたらいいんだろうというところなんですよね。で、ね、めんどくさい、難しいんじゃないかということで二の足踏まれている方も多いと思うんですけども、実はですね、そんなにね、難しいもんでもないっていうのが、この手ぬぐいなんですね。タオルでもそうなんですけども、別注品で作るっていうのが、こういった形で、自分でですね、デザインを絵心のある方は描いてですね、送ってもらうだけでちゃんとその通り出来上がるというところなんですね。これは結婚式の引き出物で作られたものです。デザインいただいたんですよね。それとか、山の方では山登りなんかの方の記念にということで山小屋で売られてるんでしょうかね。こういった手ぬぐいですね、こういったものも作ります。でこれも多分お客さんからのデータをいただいて、作って納めさせてもらったものなんですが、こういった形です。で難しいソフトを使えばですね、本来ならイラストレーターっていうデータ作成するソフトが、実はデザイン事務所さんなんかはよくご存知なんですけども、そういったデータを入稿いただく、我々の方にいただいて、それを具現化するっていうのができます。そういったことでテンプレートなんかも我々用意しているんですけども、例えば一般の方ではなかなかそこまでね、難しいっていうのが本当のところで、ではどうしたらいいかっていうところなんですけども、私ども、デザイナーがおりますので、それにですね、このようなデザインしてほしいっていうことも可能です。ただですね、やっぱりデザイナーさんをね、雇ってやってるんで、やっぱりいくばっかいただかないといかない。でそれの資産っていうのが、やっぱりやり取りを何回もしたりとか、やってくるとやっぱりね、時間給なんてどんどんコストがかさむっていうことがあります。そんなん考えますと、私いつも言うんですけども、近くの友達なんかに、絵心のある方にちょっとこんなんを作ってくれへんかっていうことでお願いするっていうのがね、一番安くできるんじゃないかなって思うんですけども、そんな方もおられなかったら、近くのデザイン事務所さんなんかにね、お願いしてですね、近くなんでやり取りもスムーズにできると思うんです、ね、でそれでやり取りして出来上がったものを私どもにいただくっていうのがいい方法やと思いますね。それでしたらできるだけね、コストも少なくできるんじゃないかっていう気もします。ですからそんなにね、タオルもそうですし、手ぬぐいもそうですし、平面のもんですのでね、デザインはそのデザイナーさんとかにお願いして、できるだけ、簡単にね、できるような形で考えていってほしいんですね。そんな難しいもんでもありませんので、ぜひですね、我々のところに相談してみてください。よろしくお願いいたします。